エクスカリバー製？そう、わしはこう見えてもれっきとしたアマント、エクスカリバー製の草薙言いまんねん。わしらエクスカリバー星人はな、流動金属体、つまりどんな形にも変化できる金属の体を持ってるんや。さまざまな武器に姿を変え、さまざまな星の戦で活躍してきた傭兵部族やねん。以来妻のさや子と二人、それは仲睦まじゅう刀やっとったんや。さや子って誰？もしかしてさやが奥さんだったんですか？ありゃわしにはもったいないさややったな。あの頃はわしも若かったからの、一日に何回も出たり入ったりしたもんや。やめて、その動き。どういうことなの？そういうことなの？刀と鞘は一心同体、いわば一人も欠けてはならないスッみたいなものじゃないか。おい、やめろ、わざとだろ。